ペトロビチ・ペーテルの印象ペトロビチ・ペーテルは、ハンガリー王国、東ハンガリー王国の大貴族。ペトロビチ・ペーテルは、後に、セルビア人の皇帝となる4番ネなどと、血縁関係があった。ネナドの死後に資料に登場したペトロビチは、1556年に、セルビア人部隊を率いて神聖ローマ皇帝、ハンガリー王フェルディナント一世と戦い。 東ハンガリー王国を追われていた、ヤーの主二世を帰還させることに成功した。ペトロビーチは東ハンガリー王国で最も裕福で、力のある領主の一人であり、ヤーの主一世のいとこであり、最大の支持者であった。また熱心な宗教改革支持者であった。東ハンガリー王国の方針を体現するような、ハンハップスブルク家、親オスマン帝国のマグナートであり、 ヤあの主2世の顧問かつ保護者であった。彼自身はカルバン派の支持者であり、その権力を行使して教会から生産と製造を廃した。大領主であると同時に、ペトロビチはテメシュバールの軍司令官であり、ルゴシュとカラーンシェーベシュにおける摂政イザベラやギエロンかイカの番でもあった。彼の領地はテメシュバールを中心とした広大な範囲にわたっていた。ペトロビチは、 デブレゼンのカルバン派コミュニティの組織者で伝道者である、ペーテル・メレウシュ・ユハースと組んで改革を進めた。1554年11月、彼は著名なイタリアのルター派神学者、フランチェスコ・スタンカーロを招き、彼が1559年に亡くなるまで自らの城に雇った。スタンカーロに影響を受けたデブレゼンの聖職者アに、タマーシュがカルバン派と激論を交わすに至るが、 ペトロビチとスタンカーロの個人的関係が崩れることはなかった。後にペトロビチは南東ハンガリーを離れ国の北部へ移り住んでカルバン派的統治の実践を行った。ありがとうございます。